弱者のための新古典派経済学。はい、今回6回目ということで、最終回、理論編最終回ということになりましたが、ここまで塚本ちゃんいかがでしょうか。はい、やっと分かってきましたね。マジっすか。ラッキーらへんから、ラッキーらへんからごめん、ラッキーらへん、ラッキーっていうのはね、もう塚本さんが作った言葉だから。そうですね、経済学の教科書に降臨と。塚本五六ラッキーが増えますと。そう、ラッキーが増えます。まあ簡単にまとめると、善意でバカな人が介入するとろくなことにならないから気をつけろって言ってる気がするんですけど、まあまさにその通りですよね。はい、だからまああとは現実は確かに複雑ですと。はい、だけど複雑なものを複雑に描いちゃったら誰も理解できないですから ね、 そうですね、はい、ね、だから、複雑な現実を単純な、はい、モデルって言うんですよね、はい、あ、ファッションモデルとかじゃないですよ、はい、ね、塚本ちゃんもファッションモデルとかね、やったら似合うかもしれませんが、はい、まあ、そういうものじゃなくて現実をの重要なエッセンスを抜き出してですね、はい、それで物事を説明するものをモデルって言ってるんですよね、はい、そのまあ一番、まあ経済学の中では代表的なものが、はい、ここ、東部やっている需要供給局線、はい、それを利用した、余剰分析というものですね、はいはい、まさにここまでやってきたものということですね。そうです。で、はい、こういったものをね、そのマーシャルが、はい、発明して、はい、でマーシャルの弟子アーサー・セシル・ピグっていうですね、はい、人もいるんですが、はい、ちょっと今思ったんですけどね、僕はマーシャルもピグも大体おじいちゃんになってからの写真しかあんまり記憶ないんですよね。はい、彼らには若い頃あったのかなって思いますね。もしこれをご覧の物好きな経済学者、かっこ若田部正純さん以外はぜひですね、私にその写真を送っておいていただけると助かりますね。今業務連絡入りました。業務連絡ですね。はい、なんかチェックされてるような気がしますからね。はい、まあ、そういったですね、まあ、ピグはね、はい、前回の終わりに、いわゆる市場では解決できないもの、はい、つまり民間が、はい、自由にね、はい、活動したんだけでは解消できないものとして、はい、市場の失敗があるよと言いましたよね。はいはい、これまさにピグの光景なんですよ。はい、例えばどういう、例えばね、川が流れてますよね。で上流下流があると、上流に工場をその川の、脇に作っちゃう。で工場はいろんなものを排水をバーッと流しちゃうと、ね、流しても誰も文句言わないと、はい、ね、そうすると、そして、下流の方にはですね、その水を飲む牛たちがもうもういるわけですよ、はい、どうなっちゃいます。その公害物質も飲んじゃいます。そうです、あ、汚染されちゃいますよね、はい、でも誰も責任取らないんですよ。すごいですね、はい、川に流しても誰も罰せられないから、はい、ね、じゃあ、それをどういうふうに やめさせればいいのか、ね、それで、考えたのがピグーのね、まあ、ピグー税というのがあるんですよ。お、うん、だからまあ、簡単に言えば廃液出すんだったら税金取るよと、そういう話ですね。なるほどね、うん、まあ、そういうことをやれば、はい、廃液を出す人の、まあ、垂れ流しの、ね、動機も、はい、抑圧されるんじゃないか。市場を、まあ、ある程度設計する必要はあると。そう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 、はい、市場の特色と、はい、なおかつ、まあ、政府のそういった、はい、まあ、法規制のね、はい、あり方っていうのをうまくブレンドして使ってます。はい、そう、まあ、この現実の妥協を図るにあたってやっぱ設計主義完全否定でもないんですよね。使えるものもあるんですよね、いわゆる設計主義というか。ちょっとこれ高度ですけどね。うん、はい、そうね。だからまあ、あまり僕は、ね、好きな言葉じゃないけど、現実っていうのは、はい、まあ、複合経済って言いますかね。はい、まあ、いろんな要素が混じって社会主義的なものと、まあ、市場経済、市場経済的なものを、まあ、その場面場面によって混ぜて使っていくと。そうですね。で結果が悪かったら、まあ、ちょっとその配合度合いを変えてみるみたいな。そうそうそう。こういうのを繰り返していくことが必要なんじゃないかっていうことですよね。うん、まさにね。はい、ほら、地球温暖化が問題になってるじゃないですか。はい、で京都議定書でしたっけ、はい、あれで結構日本が CO2 の排出ね、厳しいこう制約があるんですよ、うん、これ普通にやったんじゃ全然ね、クリアできないと、ね、そんなふうに一方的に決められてもなと、うん、でも議定書には排出権取引っていうのがあってね、はい、つまり、CO2 を出していい権利を市場で買うことができますよと、はい、その買った分だけ出すことができると、はい、いうね、
他の国では俺のところは結構余裕で規制クリアしちゃうから余ってんだよねと、うん、売ってあげるよと、うん、ちょうだいと。で大体売る方は比較的途上国の大きさですね、はい、緑がいっぱいであんまり公害ないような国が、そうそうそう、でそういった国はやっぱ経済的にさ、うん、こう恵まれてない状況が多いから結構そういったものを買ってあげると、まあ事実上経済援助にもなるというね、側面もあるということで、まあ、ピグ的な発想が、まあ、発展していってそういった排出権取引みたいなものにも結びついているというのがありますよね、はい、そういう意味で言うと、まあ、最近ちょっと話題の水道民営化とかあと電力自由化っていうのも、うん、まあ、徐々に始まってますが、これもまだ今試験段階みたいな感じですかね。そうですね、はい、だからまあ水道にまあ関してはかなりね、はい、やはりこう議論がありますよね、はい、そこまで踏み込むべきではやはりないとか、はい、やはり、特にこういろんなね、はい、特定外国企業に、はい、そうですね実は僕も、はい、北海道にね、はい、まあ山の中なんですけど、はい、原野商法の上がこれで10万坪の土地をお持ちの25万坪25万坪持ってきた、25万坪あって、そこには川が流れて、はい、でリーマンショックの前に某中国、はい、中国の小金持ちが日本の不動産屋にこの土地買いたいと、やっぱ川が流れてるから、はい、ね、それで買いたかったみたいなんです。あ、それでも原野商法に引っかかっちゃった哀れなチャイニーズって話じゃないですか。うん、多分ね、それでこう買っても何にもできない、何にもできない、違いが調整区域だし、うん、全くね意味なくてね、はい、儲かんだうちのね親族だけっていうね、ことになるかもしれないです。いや、水とかそれからエネルギーみたいに、まあ、止まると死んじゃうものっていうのはあんまりこう価格競争入れすぎると、その市場ってのは常にこうね、バブルを起こしたり突然クラッシュしたりっていうことがあって、供給が途絶したりする可能性がありますよね。うん、これがだからその、まあ、携帯電話の電波とかだったら、まあ、一瞬切れたとしても、まあ、そんなには死なないんですけど、エネルギーとか水切れると死ぬ人いるので、まあ、ここはちょっと微妙な、多少社会主義的なものも肯定されるんじゃないかという意見があります。そうね、だから割高な値段を払ってでも、はい、そういった、ライフラインだけは、はい、安定供給維持しろという見方が一個ある、はい、もう一個はやはりこう政府なんかが、はい、例えば電力を、はい、支配してしまうと、はい、いろんなね、放慢経営したり、はい、割高なエネルギー調達を行って、はい、電力価格が高くなってしまうと、はい、そういったものが日本の経済活動を停滞させてしまうかもしれないっていう懸念は はい、あったわけですよ、はい、だから一応こう民間にね、はい、電力は一応ね、払い下げましたよね、はい、まあでも一応でもそれレントシーカーみたいに批判されてるんですね、そういった、ね、そう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 、はい、うん、まあ、そういった側面もある、はい、どうしてかというと独占しちゃうから、そう、地域独占なんでね、うん、独占っていうのはさっきの政府の規制と似てる、価格を自分たちで自由に、ね、はい、コントロールすることができる、はい、今まで その、完全競争がパレート効率をもたらす、つまり完全競争っていうものがラッキーを最大化できますよっていう話はあくまでも誰も価格を思う通りにコントロールできな できないという前提がある、はい、だから今の電力価格は明らかに特定の企業がコントロールしちゃうと、はい、という批判がまあ片方であるんですよね。そうそうそう、ただまあ安定供給のためにそれぐらいはレント食わしてもいいんじゃないかという意見もあると、うん、でそのまあ電力自由化についてレントシーカーとかって批判している人がいるらしいんですが、ここ全くトンチンカーの話で、現状がレントシーキングだってまず攻撃されてるんですよ、うん、でもレントシーキングでも安定供給できればいいじゃんってこう議論もあり、まあ、ここは今せめぎ合いと、まあ、どっちがいいのかってことを具体的に我々は見ながら、そうね、そこら辺はね、はい、やはりいろんなね、はい、今この授業だけでは、はい、なかなかね、はい、まあ、現実への応用っていう、ね、そうそうそう、この非常に面白い、でもね、話題で、これからまさにね、はい、日本の一番重要な話題になってて、はい、ちなみにフランスは電力はほとんど国営事業ですね、はい、でドイツとスペインは、まあ、自然エネルギー補助金やりまくって、まあ、やったんですけど、まあ、実際にはほとんどうまくいかず、はい、スペインなんかに至ってはその風力発電やりまくったんですが、あれ安定しないですよ、風吹いたり吹かなかったり、うん、ちょっと吹かない時にバックアップの火力発電所を作んなきゃいけないんで、火力発電所を大量に作るんですけど、風吹くと止めなきゃいけないじゃないですか、うん、どちらも設備稼働率が全然上がらなくて、うん、まあ、非常に悲惨な状態になっていると。なるほどね、だからそういうのは全部ね価格に反映しちゃうんだよね。そうなんですよね、うん、だから、はい、まあ割り食うのは消費者、はい、うん、
だからまあ原発脱原発でね良かれと思ってやったけれども、結果的には消費者が、まあ、消費者余剰が減って、まああのね、そこに入り込んだ、まあ、ここまたレントシーカーということになるんでしょうけど、うん、まあ、重化器に入り込んだ新しいレントシーカーに食われてる、そうそう、いや、その時にはやはり問題になってくるのは、あのパレート効率の意味 の, あのラッキーをいっぱい得るか、もしくは安全というものを得るか、はい、それのもうトレードオフ、そうなんですね、一方を増やせば絶対一方を減らさなきゃいけないんですよ、はい、です、1日が24時間と同じように、はい、電力の、総量も、ね、その資源調達する資源の量に応じて決まっちゃうわけじゃないですか、そうですね、で、はい、それをどういうふうに安全に配慮して使うか、はい、ね、または、ラッキーに配慮して使うか、それのね、はい、バランスですよね、はい、だからまあ連投の配分をどうやってこう、まあ、あの国民の経済構成にねプラスになるか、さっきの、アベゲットじゃないですけど、ね、全体のねそのこう余剰を増やすために使うかっていう議論をしなきゃいけないんだって、まあその新たなその現状のレントシーカーとか新たにレントシーキング生まれるとかではないと思うんですよ。レントシーキングで私はある種いいと思ってまして、あのそういうねライフラインに関してね、レントをいかにそのまあ国民生活のために役立てるようなインセンティブに変えていくかっていう議論もあってもいいのかなというふうに思うんですけどね。なるほどね、はい、まあそういったことがまあピグがね、はい、あの言っていた、はい、まあ、市場の失敗理論とかね、はい、そういったものからこう発展していって、はい、まあ、今も大きい問題としてあると、まあ、なかなか解決が難しいんで、まあ、でも人間って試行錯誤できるからね、そうですね、そんな素晴らしいよね、はい、うん、まあ、現代にも実は今日ここまでのこのマーシャルの話は割と、使っている話でしたということをちょっと言いたくてこの話をしました、うん、ということで今回最終回ですが、塚本ちゃんいかがでしたでしょうか。はい、うん、はい、ありがとうございます。深くうなずいて、勉強になりました、はい、どの辺が全然、全く知らなかった、経済全然知らなかったので、はい、あの需要極曲線も高校生で習ったまでだったので、はい、こういう見方があるんだな、なるほど、はい、でラッキーが増えるってところがポイントですね。そうですね、そういう見方は今までしたことなかったので勉強になります、はい、玉先生いかがでしょう。いやいやいや、塚本ちゃんのラッキーっていうのはね俺もこれで今日はよく眠れます。はい、はい、ということで、弱者のための新古典派経済学、ここまで全6回お届けしてまいりました。これにて終了させていただきます。皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。